第46回世界卓球選手権は国際卓球連盟主催で2001年4月23日から5月6日まで日本の大阪市中央体育館大阪プール港スポーツセンターで個人戦と団体戦が開催された個人戦と団体戦の同時開催はこの大会が最後となりこれ以降奇数年に個人戦多摩数年に団体戦が行われるようになった この大会より 38mm 級に代わり 40mm 級が使用されることとなった。個人戦はすべて中国勢が優勝した。ヨーロッパ勢は誰も個人戦入賞を果たせなかった。女子シングルスのキム・ユンミは中国式ペンホルダーにバックツブダカラバーという特殊スタイルで入賞を果たした。また、林美氏のベンチコーチには、 男子の総監督であるはずの最新化が入っていたことで話題になった。各種目のベスト4以内に入った選手は以下の通りであった。予選は24カ国がそれぞれ3カ国ずつ8つのリーグに分けられて1位、通過したチームは決勝トーナメントでシードされた。男子は中国が王座を奪回した。準決勝の韓国戦では高麗期が2敗し、 2勝2敗で迎えた5戦目、リュウ・クニマサと金シュとの首都を演じ、大接戦で中国が勝利した。2位にはベルギーが入った。もともとエースのジャンミッシェルセーブは強かったが、その後に続く選手がおらず、団体戦ではノーマークだったが、3番手のブラタノフが大物選手を次々と破り、決勝まで進む原動力となった。女子は中国が連覇を果たした。 うちは、当時の世界ランク男子監督は、前原正宏が、女子監督は、近藤金二が務めた。代表に選ばれたのは次の選手である。個人戦では、女子ダブルスの武田明子、川越真由組の3位入賞を果たした。この年のプロツアーファイナルでも、準優勝しており、勢いに乗って入賞を果たした。特に彼女たちをサポートしたのは、高島郎であり、 ナショナルチームメンバーではないが、練習面でアドバイスを与えていた。以下、各種目に出場した日本選手の結果である。男子団体は、決勝トーナメント2回戦で、イタリアに敗れ、史上最低タイの13位に終わった。女子団体は、キ化選手の羽根吉、高田の2枚看板で、久々の入賞を果たした。予選リーグのロシア戦は一時0の2と劣勢だったが、 3番手で登場した西藩が勝利して流れを日本に戻した。準々決勝のルーマニア戦では相手国エースのミハエラシュテフに2点取られたものの残りの3点を死守して入賞を果たした。準決勝の中国戦は小西が超異例に1ゲーム奪うにとどまりストレートで敗れた。大会に際して桂三氏が応援団長を務めた。開会式では 福原愛とエキシビジョンマッチが行われた。この大会に先立ち、1998年、長野オリンピックでの前例に見習って、団体戦に出場する国々を応援しようと、大阪市の小学校に応援してもらう国を割り振り、その国についての交流を行うことで、子どもたちに卓球やその国について興味を持ってもらおうという試みがなされた。日本だけの応援ではなく、 参加選手全員を応援する試みとして実施された。日本国内では NHK 総合テレビで各種目の決勝の様子が深夜の録画中継で放送された。ありがとうございます。